池の坊先行の立花、六角堂、京都市中京区池花発祥の地モニュメント、背景の文書は、池坊洗能区伝の冒頭、六角堂、京都市中京区池の坊先行の立花、六角堂、京都市中京区聖徳太子木浴の戸籍、池の坊の名の由来、六角堂、京都市中京区池の坊は、日本の稼働家元、池花の根源、流はつかない、最古かつ、 最大の会員数を誇る。死雲山頂法人の住職が家元を兼ねる。池の坊の名称は、聖徳太子が沐浴した池に由来している。池の坊の僧は、頂き法事の執行として、六角堂の本尊乳遺林観音に花を供えることとなっていた。池の坊と池花の関連についての文献上の初見は、干渉三年である。東福寺の僧区も泉大局の日記。 壁山日録の同年2月25日上に、池の棒千景が草花数十市を近平に指し、京都の光塚の評判を呼んだとある。天文11年には、千脳が家電所、池の棒洗脳伝を表して、立花の理論と技術を体系化した。千脳の後、千坂へ、千行、千行によって立花が体制された。江戸時代中期には、 立花よりも簡略な生け花が成立し、門弟の大幅な増加につながった。現在は自由花を加え3つの様式がある。ありがとうございます。